くつっててんさらた、俺たち。しんだだ、ただたへはい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 、一緒にワイヤレススピーカー選んでいくよ。今もう俺が目をつけたんのはあのソニーの SRS-XB シリーズね S。SRS-XB シリーズはとても目をつけてる。だけど、32がなんかもう終盤ですげえ高いんだよね。32。なんでこんな高いのっていうぐらい高くて。 だからもう33にしようかなと思って33の方が性能いいんだよ33の方が性能いいのなんでと思って新型の方が性能良くて33の方が安いんだよねなおかつ安い33の方がオフィスいんだけどまあ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 ということでねまあ知識的なものはなんかとりあえず調べてみてくれ SRSXB なんたらかんたらで調べれば知識ひけらかしてる人たち結構いるから その人たちの、あれを見てくれ。頼む。<music> JBL はどんなもんなのかなでも俺あんま好きじゃないんだよね、JBL。なんか、嫌じゃないなんだろう。アップル感ない。なんかちょっとブランド感というか。いい <laughs> なんかこう、なんだろうな。なんだろう、も,もぐりなブランドみたいな。 潜りブランド的な誰も知らないブランド的な感じで。でもみんなもう、もう知ってんだけど、全員が。だけどなんか、うん。なんかな。これ持っとけば、俺音楽わかってるぜ。みたいなやつがちょっと嫌なのよ。俺は。嫌だよ。俺は、そんなやつ。ちゃんと調べて買いたいね。え、JBL フリップ5全然高音出てないやん。<laughs> え、全然出てない。全然出てないよ。 アンカーの方が結構高音出てるね。低音で見ると JBL のが圧倒的。圧倒的というよりはまあ、あ、まあ低音が圧倒的か。そうだね。俺低音重視だからさ、まあそう考えると JBL の方がいいのかなと思ったりもするんだけど、まあ結局バランスだよね。俺が見てるのは。大事なのはさ。え、マジで SRS-XB32 めっちゃ可愛い。見て !SRS-XB32 めっちゃ可愛いの。てか、 その前に見てたのは SRSXB22 の方なんだけど1個下のランクのやつなんだけどそれ可愛くて仕方なくてかわいいあのねワット数が少ないからそんなになんか迫力はないんだけど迫力ないからこそこうかわいいってなっちゃうのかわいさをね求めるならやっぱり22なんだよねでその1個上が出てくるって 23? 間違えたあーいいのかんあ 32?32 32おい6おい お前大丈夫かこれ。6が続いてる続いてるね。32にとにかくしたくて。だけど、高い。32とにかく高い。びっくりした俺も。そんな高いけそんな高いのっていうぐらい高いから、もう、俺もやんなっちゃって。やんなっちゃってさ。古い方が高いっておかしくないどういうことヴィンテージもの え、でも確かになんか、なんていうの、あの、終盤になってんの、ソニーの公式ページからは。ソニーの公式ページからも変えないのね、32と22は。変えなくて、だからなのかなと思ったんだけど、で、でもよ、性能の違いが圧倒的なの、33と32じゃ。全然違うの。でも32可愛くないんだよね、あんまり。え何41って。41バリ可愛い。え 41バリ可愛い !SRSXB41SRSXB41 SR 調べますかわいすぎえ SRS41 一ええー、昨日俺もうこれ選びすぎて夜も眠れなくてびっくりした結局4時ぐらいまでこれ選んでたからね41だっけ飾った天才だった俺たち振動だったあなたえ 価格 .com がまじ最強最強のサイトこれマジで価格 .com 最強のサイトねえこれマジかわいいけどえでもさえー、比較では全然なかったぞおい比較の時全然いなかったぞこれたまにちょっと動かしておかないと低音もしっかりでソニーのいいところはね 20Hz から2万 kHz までちゃんと出るところなんだよね ちゃんと出る。課長音域が絶対出るとこな、ソニー。お前、こだわりすぎだろっていうとこまで出てるから。そこがいいよね。うわえ、かわいい待って !XB41 かわいいかわいすぎ !XB41 かわいすぎちょっと待ってくれ。うんと、普段は携帯で楽天のあれ見てるんですけど、ネットで見ます。 ったなんかパズラもなんか勝手になんか動かしてくれる機能ないかななんか画面が動かないのちょっとつまらんよね。どうしようどうしたらいいと思うなんか,かん勝手に画面が動くシステム欲しい。頼むわ。勝手に画面が動くシステム。あ俺思いついた。勝手に画面が動くシステム。おマジ天才と呼んでくれ。はい。うーんと。うーんと、キーワード検索で。 キーワード検索がもうめちゃくちゃ専門的な <laughs> SRSXB とか書いてる <laughs> 全然キーワードじゃないうんああ中古か中古か中古は高えな中古厳しくない中古厳しいよね中古ってどんぐらいのあれなんだろう どんんなもん中古ってどんぐらいのあれなの楽天の中古品ってどんなもんなんだろう調べていい楽天の中古品買ったことないんだよ俺。 みかな口コミうーんどうしよう中古楽天インチップ中古品販売中古品うーんちょっと待ってくれなんかなんていうのあのあれが欲しいあの生の意見が欲しい俺は サイトとかじゃなくてよ生の意見ないのないんか誰かないからなんかアマゾンはいいよお前俺は楽天派だって言ってんだろアマゾンはどうでもよろしい楽天の中古ってどうなんでもさ楽天の中古のさあの 楽天の中古の予測変換ねなんかねめちゃくちゃポジティブなことばっかなんだよポジティブなことばっかそんなポジティブなことを言うんだっていうルクあげもないまねかしてない花入りくんとぶ ええええええ、今の顔さえ、ないほどエリンだわえ何分今撮ってる ?8 分も撮ってる、9分も悩んでる。だってもう悩まして、それは。一世一代の1万円の買い物。1万円前後の買い物だからもっと選ばして。 マジどうしようマジでどうしようええ、青は、青は1万3000円で売ってる。ブラックだと1万6000円。え嘘なんで青なんで <laughs> なんでなんで青だと、あれなんだろうね。あ、アマゾンか。うわえー、すごい、今殺したくなった。 自自分で自分での発言を今殺した、ね、うんいやマジ安いんだよな中古じゃないのに1万5000円って安くない ?33XBXB33 33が出てから多分すぐに40とか41とかが出ちゃったから多分安くなってんだろうなきっとそうだよな43はねすんごい2万円ぐらいする2万円はきついで2万円はきつくない ?2 万はきついと思わん 1>, 1万5千ならギリ払えんだって。頼むって。マジで。ちょっとさ、SRS のさ、うん、SRS の、もっと見、あーどうしよう。どうしたらいい俺は、俺はもうど,どうしたらいいの俺は。ちょっとまだ、まだもう一回比較見るわ。もう一回比較見る。SRS と、なんか他のさ、他のメーカーでもなんかいいのありそうじゃない ?SRSXB と、 だから他の比較。比較だね。そんなのソニーソニー単体のはどうでもいいの。ソニー単体どうでもよくて、そのなんだろうな。えー、価格 .com で比較するのはよくないね。だから性能で比較したい、俺は。俺は性能で比較したい。SRXB だから、だから人気なのは JBL とかだよね。JBL。で、JBL のスピーカー買いたくねえんだけど。頼むわ。 ちょっといやこれここのサイトから俺見つけたんだよね41うんどうしたらいいの ?41 可愛い,い <laughs> なんで急にこんなだなんか可愛くなくなっちゃったんだろうなもっと可愛いやつ欲しいよ俺はくそ中古品ってどんぐらいあれなんだろうな楽天の中古品の質みたいな

これか二十代は中古品に中古品の購入に、抵抗がないって当たり前だろ、お前。フリマアプリが何だ、行ってると思ってんだお前。そんなことはどうでもよろしい。どうでもよろしい、お前。そんなサイトはどうでもよろしい。楽天の中古品の品質を言ってんの分かってんの ボケナスやばいいやでも俺 SRS 商品買うわとりあえずそれだけは決まったそれだけは決まったまた買ったら報告するわちょっとね動画の時間長すぎるよねすまんうんちょっとまあもう一回買ったら報告します